はい、こんにちは、メダイコーチです。それでは今回メダイユースケの Enjoy Acting Cut 2回目ということで、今日はね、まあ初めのあのウォーミングアップ、必ず僕がやってるこのウォーミングアップを、の一つを教えたいと思います。今回は発声ということで、お腹から声を出す、こういう練習をやっていきたいと思います。で、早速やっていきますが、まず自分のへそのおへそがどこにあるか、ちょっと指で触ってみてください。で、そのおへそからだいたい3センチかな、3センチ下、おへそから1、2、3、3センチ下のところを軽く押さえてください。まあこれがあの中国語で言うドゥチというところなんですけど、今から鼻から息を吸って口から吐く、これをまずやります。で、鼻から息を吸った時に、この今押さえているドゥチ、おへそから3センチ下のところに空気を入れるイメージで吸ってください。そうするとここがね、風船のようにぷくーって膨らんだら OK で、口から息を吐くときはここ、この膨らんだ風船ドゥチーというところから息を吐き出すというイメージでやってみてください。そしてもう一つ、鼻から息を吸って口から吐く、そのときは肩、喉、リラックス。それではまずやってみます。ドゥーチ、おへそから3つしたところを押さえて、はい、鼻から吸う、口から吐く、はい、鼻から吸う、口から吐く、ね、膨らんで吐く。それでは吐くときに次声を出していきましょう。声を出すときはここのドゥーチ、へその緒から下の3センチの下から声を出すというイメージでいきましょう。喉からあーって声を出さないこと、喉、肩はリラックス、ここにグッと力を入れてここから声を出す。さあ、見てみてください。いきます。まず、鼻から息を吸います。はい、吸う。吐くときに声を出します。あね、その時はここから声を出すイメージ。肩、喉はリラックス。できればだんだんこう上手くなってくると、声が口からこうやって出るんじゃなくて、声が頭の周りをこう反響してる、声が上からこうポワーンって出るイメージ、共鳴、ここら辺に共鳴する、声が共鳴すると一番いい声の出し方になります。はい、で、このトレーニングを続けると、まずあの舞台だったりとか、声が大きく、喉を枯らさらない、大きく出しても喉が枯れなくなります。またお腹から声を出すっていうことによって、あのこう喉から声を出すよりも、やっぱり人に与えるこう信頼感っていうのがやっぱり変わってきます。なので表現者だったりとか俳優だったりとか目指す人は、まず声の出し方っていうのを毎日少しずつでいいのでトレーニングしてみてください。ウォーミングアップ発声、以上になります。バイバイ。